はい、こんにちは。本日はですね、テイクバックの仕方ちょっと考えてみたいと思います。まあ、いろんなテイクバックの仕方あると思うんですけど、ラケット立てて構えるか、少し寝かせて構えるか、もしくはまた伊達選手みたいにこう下に構えるか、まあ、この辺をちょっと考えてみたいんですが、まあ、結論から言うと、どれでもいいっちゃどれでもいいと思います。まあ それよりも大事なのはこの胴体全体でしっかり、ラケットを動かすことができるかどうかということの方が大事です。でその時にですね、まあ、メリットデメリット、あると思うんですが、一番いいのはやっぱり立てた方がいいと思います。でなぜかというと、立てると、まず、リラックスしやすいと言われます。これ少しこうやって構えるとやっぱり結構力が入ってしまうんで、リラックスしにくいということは考えられます。でラケットを、リラックスしたかったらなるべくラケット立てた方がいいと、ラケット立ててこう上から行って遠心力をブンとこう、使ってあげる。まあ、ラケットを立てる遠心力も効きます。ラケットが動く距離が増えるので遠心力が効くんで、ボールをしっかり飛ばすことができるかなというふうに思います。で、まあ、そこはメリットですね。ただデメリットとしては、ボールがまっすぐ飛んでくるのに対して少し上下上っていう形になるので、結構こうヒットしにくい、方も多いかなと思います。まあ、グリップによるとは思うんですが、グリップによると思うんですけど、少し、インパクトしにくい方が、いらっしゃるかなと思います。その点、まっすぐ引いてまっすぐ戻そうとすると、結構この軌道に沿って相手の、ボールの軌道に沿って引くことになるんで、軌道に沿って引くので結構インパクトはしやすい。軌道に沿って引くのでインパクトはしやすいです。ただ、どうしてもこうラケットが動く、距離が やはり違うので、少しパワーは出にくいかなと。でこの、打ち方で力をガンで出そうとすると、まあ、結構力んでくる。あとどうしても女性の方とか、ジュニアの、まあね、年齢が低い方とかは結構やっぱり力がやっぱり男性に比べてないので、この引き方だんだん疲れてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、僕は結構個人的にはこうやって引くんですけど、この方がなんかインパクトしやすいのでこうやって引くんですが、まあ前提として僕は結構力があるっていうのがあります。で上から引くとなんかインパクトしにくいなっていうのがあるので、まっすぐ引くんです。まあ最初は、体の使い方を覚えるときはまっすぐ引いてまっすぐ当てた方が体の使い方は覚えやすいかなと思います。ただそれが良くなってきたらだんだん少しテイクバックを上にしていただいてやっていただくと、いうふうにするとリラックスもできて遠心力も効くので、いいんではないかと思います。この辺はですねちょっと、いろいろ試していただいてですね、まずは最初はまっすぐ引いてまっすぐ当てるのをおすすめしますが、慣れてきたら少しこれを上に引いてそのまま振ってあげると遠心力を効かせる方法ですね。この辺をちょっとチェックしてみても面白いと思います。本日はテイクバックの、ラケットの立て方、この辺をやってみました。参考にしていただけると幸いです。以上です。ありがとうございました。